un habitant si connu. します。みんな結構隙間だらけだね。私が小学生の頃は毎年皆勤賞を取ってたけどね。おう、どの子も海に山にバケーションで毎日来るのは無理なのです。どうちどうち、私はどこにも。 Have a nice day! バイバイ。バイバイ。こちらへ同じように地面や人々などが舞い上がっていっても不思議ではあるまい。でも今までそんなことなかったよ。気づかんかっただけじゃろ。地球の表面のうち人間の住んでいる場所などせいぜい 1% じゃ。海の真ん中で海水が巻き上がっても誰が見れようって。この世界とブリガドーンはこうして互いの世界の一部を交換することで何らかのバランスを保とうとしとるのかも。お主が襲われる秘密を解く鍵かもしれん。それより、あ、これなに、フロンマリンを守るシューターじゃ。来年期間にて独立稼働を実現、二足歩行を可能とし、物巻きを欺く影武者スタイル。なんだかすっごく熱いんだけど。ああ、完全密封性じゃからの、内部温度は優に80度を超えるはずじゃ。シューターおじいちゃんもマイクも調子に乗りすぎよ。でも私のことが心配でしてくれてることだから。そうね。ん、お父さん、せめてうちの中で寝てちょうだい。うるせえ。俺はブリガドーンの見える広い空の下で自由に酔っ払うんだ。いや、何言ってんの。もう純ちゃん、電話よ。男の人から。かけ直すって。私はもういいから行ってきなよ。恋人を待たせちゃダメでしょ。恋人なんかじゃ。もうすみません。いつもの人よ。どうも。はい、もしもし。メーラー、体って冷たくて気持ちいい。モノマキアは体温調節を自動で行えるんだ。
便利な生き物ね。こんな日は友達とパーッと遊びに行きたいね。ん？メランはブリガドーンでそういうのなかったの？仲間と遊ぶ必要はない。仲間は任務を遂行するためにある。でもそれだけじゃ寂しいじゃない。寂しい？僕はその言葉の意味する気持ちを忘れてしまったようだ。寂しいを忘れるなんて寂しすぎる。マリン、僕には遊びに行くという行為がよくわからないが、マリンが望むのなら一緒に行きたい気持ちはある。本当？うわー、それすっごくいい考え。そうだよ、お金なんかなくったってメランと一緒ならどこにでも行けるもんね。うん。メラン、私この前メランもう帰ってこないんじゃないかと思って本当に心配だったんだから、本当に寂しかったんだから、だから今こうしていられるのがすごく嬉しい。マリン。え？萌えも一緒に連れて行くか。ごめんなさいね。いえ、あの、萌ちゃん元気になりました？それがね、ちょっとずつは良くなってるんだけど、外に出たり人に会うにはまだちょっと。そうですか。ごめんなさいね。あの、萌ちゃん！ママ、今誰か来たの？セールスマンの人よ。帰ってもらったわ。マリンちゃん。ん？マリンちゃん、メラン、あっち早く。うん。やっほー、マリンちゃん。マリンちゃん、体いいの？学校来ないまま夏休みになっちゃったから心配したよ。もう平気、平気なの。ごめんね、会いに行こうとしたんだけどママが。ママが？力出してくれなくって、もうおまわりさんに追いかけられたりしてない？ああ、なんかこっそり見張ってることもあるけど、でも大丈夫。よかった、ずっと心配だったの。ありがとう。メランさんはいいな、いつもマリンちゃんと一緒で。今日はね、萌ちゃんと一緒に遊びに行こうと思って誘いに来たの。え、どこへ？海、夏だもん、海だよ。海？でもあんまり遠くに行ったらママに気づかれちゃう。それなら夜に出発すればいい。え、や、夜？あ、隠れて、ママが。エラ、わかった。今誰かと話してなかった？ううん、ならいいけど。ゆっくり休んでなさい。うん。チーザー、こんちくしゅー。ごちそうさま。もう終わり？どうしたの？おかわりは？今日はもういい。珍しいこともあるもんじゃの。おう、駅から10分、腹8分。具合でも悪いのかしら。いや、去年まではじいさんがおったんで夏休みも近所なら連れて行けたけど、今年はどこにも連れて行けないから落ち込んでるんだろう。元おばあちゃん、
私お休み取ってマリンちゃんをどこかに。ありがとう純ちゃん、私がもう少し若けりゃね。
やっぱこれでしょ。合成化学粉末が赤色系に反応、燃焼している。もうこういう時はオレンジの火花が綺麗だなの一言でいいの。すまない。謝ることないけどさあもう何してんのよ。ちょっと焚き木を補充してこよう。え、まだ大丈夫じゃん。エランの考えてることよくわかんないです。あのマリンちゃんありがとう。え、連れてきてくれて。私夏休みになってもずっとうちだったから本当に楽しい。やだな別にいいよ。私だって萌ちゃんと遊びたかったんだから。萌ちゃんにずっと会えなかったからどうしてるのかな。もしかしたら嫌われたのかもって。そんなことない。私がマリンちゃんを嫌いになるわけないよ。私マリンちゃんと一緒にいたい。ママがなんて言っても。え、ロロロンラララン、ラララン、ラどうしたの。あ、ごめん、まーちゃん、ちょっと待ってて。あ、マリンちゃん、まあ、待って。資源採掘用モノマキア、タラッタ。モノマキアは透過崩壊に紛れる形でこっちの世界にやってきてたのか。あ、そっか、焼きそばって冷えると合体しちゃうんだ。あんまり奥へ行くと迷子にならない。あ、あれは同じアンプル。硬い外骨格、下から近づけばあのゼンマイ、上からは火炎攻撃。チャンスは一度だけだ。
マリン、どこだ。ホイ君、ブリガドーンの移動用モノマキア。この子モノマキアなの？でも助けてくれたんだからいい子ってことだよね。にょん、こんなところに封印されていたぞ。もうメランたら今までどこに行ってたのよ。あ、それはマリンちゃんの言った通りだった。悪いモノマキアは出てこなかったね。でしょ、ほんと今日はいいことばっかり。どうしたの、メラン。具合悪そうだよ。ん？いや、なんでもない。大丈夫だ。そう。ギュー。偶然ではない。僕を見つけ出した時と同じように、マリンの生体探知力が無意識に働いたんだ。よしよし、クレイスを守る駒は順調に増えてる。にひ。こちらが立てばあちらも立つ。にゃらららら。結構乗り心地いいね、この子。ほんと、なんだかボートみたい。ぎゅー。はあ、夏休み今日、萌えちゃんと臨海学校に行きました。メランも一緒でとっても楽しかったです。ポイ君という新しい友達もできて、夏休みのとってもいい思い出になりました。キュー。裸の付き合い、ワンダフォー。じゅんちゃん、萌えちゃん、野郎ども、ビヨーンな感じでピンクなフライト、ナイスバディなモノマキア、ユンマにドキドキ、こりゃいけねえ。お風呂入るよ、頭洗いよ、また来週。一緒に出ようねって言ったのに。